覚悟するがよい。戦うの？え、待って、女の人と戦うの？うそ、え、マジか。いやでもかっこいいなこれ、胸熱だな。いやでも殺しちゃダメだしな、難しいんじゃない？ジンくんいける？あ、いたいた。さっき御作の鎧と酒井家の鎧をゲットしたから、もう一個新しい衣装が欲しいなと思ってきました。面白い話を知っておるようだな。アザモで会うとは驚いた、うん、お互い民が求める地域3回目かな、4回目かな、ビアフォーシー、うん、やっぱね、お洋服はいっぱい欲しい。元瀬の昔か、長尾忠頼公、音に聞こえる弓取りなり、さとき一社にて矢先外れず。長尾家っていう弓は8万の、今まで結構出てきたよね。弓取りに鎧を賜る、軽けれど敵ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、アザモ浦の民を皆殺しにせんとす、うん、民は皆走り散れど、忠頼公八万の鎧をつけ一人で立ち向かう。強海賊どもを使用するに、忠頼公を引き固め矢を放てば、うん、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾とせの後、忠頼公往生のほど八万の鎧も消えうせっけり。人の曰く、忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の訪ね来るを待つ。八万の鎧がもらえるのかな。紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこはアザモの北にあり、紫の菊が咲き乱れ、忠頼公もよく参られたとか。うんうんうん、あ、これか。へえ、行けば手に入るのかな、忠頼公か。うん、いいね。猛虎を倒すためならば手段は問わねえ。良い鎧なら手に入れたいものだ。うん、ぜひぜひ。鎧に向かいます。そして紫の冠で今も持っている。了解了解。欲しい欲しい。てかさ、もう一個あんだよな。あのさ、さっきのさ、長尾家の人がさ、あの長い指持ってたからこれだよね多分。わー、こっちもやんないといけないんだけど、弓はな嫌いだから。標高が高い場所にありそうじゃない？いや、てかな、ここだわ絶対。ここ、この渦巻き巻いてるとこ、ここ怪しい。ここ目的地にしよう。 OK。っていうか、あそこじゃん、どう見てもあれだわ。紫の菊だ。あ、これだこれだ。この花のことを奉仕が話しておったな。綺麗だね。うん、登ればいいのか。紫の冠、すごいおしゃれ。ゆなちゃんとデートしたいな。なんかピンクのお花がね、いっぱい咲いてる場所もあって、あそこゆなちゃんとのデートにいいなって思ってたんだよね。でもジンくん好きな人いるかもしれないんだよな。ただよりの鎧があるはず。あ、ここか。へえ、調べるか。こうだ、まだ新しい。待って、誰かいるってこと？調べよう。中に何かあるようだ。ただよりの伊織への地図。なんだと？新しいパターンだな。なになに？ほう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 。今がここで、あ、菊の、あの、お酒作ってるお家の向こう側に行けってことかな、多分。そうだよね。手前がこれだもんね、お地蔵さんがあって。なるほど、なるほど。お家がどれだっけ？あそこら辺かな。
わかったわかった。あっち側？そこら辺お花咲いてる？かな？とりあえず川の向こう側だよね。行ってみよう。あったあった、紫の花これだ。ここにも紫の菊、花よりのいおりは近いな。あ、これ辿っていけばいいんだ。わあ、おしゃれだな。なんか洞窟っぽいよね、地図の感じ。わあ、すごい綺麗。ここもいい。素敵素敵。癒されるね、ジンくん。険しすぎて登れぬ。別の道があるはず。ぐるっと回ればいいのかな。こっち？あ、来たー。これだわー、絶対。あ、続いてる、続いてる。お、着きましたー。てか、おしゃれすぎ。うわー、いいなー。こんな秘密基地住みたい。あ、あっちか。待って待って。嫌な予感してきたよ。蒙古だ。なぜここが分かった？なんで？調べよ地図、冠のものと似ているな。う。なになになに？なんでなんでなんで？何かあるんでしょうか。忠わあ、頼の綺麗庵。だ。いおり？待って、これはまさか勝負するの？こんな綺麗な場所。先にこれしとく？ペコリン。いいことあるんだよね、これやると。あー、初めてだ。お花の花びらパターン。わあ、すごい綺麗。あ、流れてっちゃった。癒されるな。大丈夫？もうこいたけ誰ど。の墓だろうか。あ、新しい家紋だ。長尾家時じゃは経ない？ち、流れ静まる。忠頼は安き心もて、弓引かば数多を射ぬく。なんかすんのかな、弓で。紫の冠と同じ香、焚いて間もない。ほう。あ、そうだよね。あそこもさ、焚いてたもんね、お香。長尾家の家紋だ。忠頼の一族。やっぱここで長尾何家をなしんてだ。いる？お、新キャラ？即刻立ち去れ。争う気はない。我が名は堺女の仁、人志村だ。殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。覚悟するがよい。戦うの？待って、女の人と戦うの？嘘。マジか。いや、でもかっこいいな、これ。胸熱だな。いや、でも殺しちゃダメだしな。難しいんじゃない？ジンくん、いける？汚。ちょっと汚いんですけど。本当にやんの？あ、やるのか。へえ。ちょっと着替えたいけど、さすがに。殺したくはない。諦ええー、めろ。気力ないじゃん。気力ないなぁ。試練一戦したい。わあ、やばいやばいやばい。あ。強そう。えい。待って、うちすごい弱くない？いや、でも可愛い、可愛い。よし。忠頼様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。忠は頼い。様の墓所を怪我しようって。えい。おお。 ちょっと強くなったでしょうね、敵さん。うちちょっと強くなったの敵よ。は同胞にあらず。蒙お古い。だ。薄汚い盗人風情め。はい。マジか。突き攻撃すん負のけてなるか。ものか。立ち泥棒が待っよくて、戦うめっちゃな。仕入れてる。わあ、マジかー。何卒お待ちを。かわいい。待って我が名はよ。楓、忠頼様の末裔です。あ、石川先生の侍弟子はかすべとて思っ殺ちゃされったとた。聞き、違うのか。てっきり墓荒らしかと。この人賊かわではいいないな。が、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできれば良いのですが、あ、本当？鎧いいは行の？方知れずで。探あ、すそ手う立てなはんないのか。だ。古い書にこんな一文があります。
ただより公はアザモウラをトアに見守ると。アザモウラか。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。うん、高い場所じゃない。高鎧は千里眼を授けると言われています。おう、どうかただより様のように、うん、か弱き民のためお使いください。ありがとう。アザモウラを見守る。あ、いいな。ここに一人で住んでらっしゃるのかな。いいな。ちょっと浮気できるね、ジンくんここで。何してんの？何してんの？めっちゃ可愛いんですけど。何そのポーズ。顔見ちゃおう。あらー、かわいいかわいい。よし、アザモウラか。長尾家ね。ペコリ。あ、この辺り一番高い場所じゃない。あー、ここだー。待って、またモーコいる。あ、モーコじゃないかなー。あー、そこと同じ紫のお花が咲いてるよ。おしゃれ。なんで毎回さ。え、待って、ビワ王子やばい。そんな、なんか落ちてったし。えい、あーやばい、ビワ方針。しかも強そうなやついるし。待って待って、ビワ方針助けないと。えい、強いなみんな。あーやばい、てか気力全然ないよ。えい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 、それよりもビワ方針がやばい。オッケーオッケーオッケー。あと弓子。あ、楽勝だなそれは。オッケー。あとはあと一人かな。いってー。よそ見してた、ごめんごめん。えい、倒した。あ、倒した倒した、ビア法師さん。よかった、一発で倒せた。ちょっと待って。オッケー、待たせてしまったな。うん、なんでこんなとこいたんだろう。酒井様、よく来てくださった。ただよりの末裔に導かれた。何があった。ただより公の嫡男が書いた巻物を毛子が見つけてしまったのです。うーん、私はその解読のため連れてこられました。あ、鎧は奪われた。あの地図が他にもあったってことか。いえ、酒井様が来ると信じ違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さあご自分で手にしてください。石碑の下。ただよりの石碑だ。あ、ここにあるってことか。おうおうおう、こっち。あ、動かそう。あー、いいなー、こういう隠し方憧れる。昔石の下に隠したよね。言われぬ美しさだ。え、何が何が。え、あ、これ下がっておれ。かわいい。え、なになになに、また来たの。あららららららら、弓からやりたい。えい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 、オッケー。まだいる。待ってよ、これまさか弓打てっていうやつ。待って待って、どんな効果があるんだろう。弓を引く速さが速くなるんだ。やっぱ弓関係だなこの服装は。立って、オッケー。えいえい、でーす。やばいやばい、殺される、サムライ。剣です。えい、オッケー。やばいやばいやばい、殺される。
槍はこうね。えい。あーマジで使える。私で一戦最高だな、マジで大好き。てか本当に新しいさ技も覚えたいんだよな。えい、うー、楽勝楽勝。マジ？てかやばい、結構体力なくなってる。ビアホーシさん、あとはあとは、うわ待って、強いやつ来た、強いやつ。えいえいえい、オッケー、はい、です。あとはです。あーよかったよかった、倒したよ全部。ジンくんかっこいいな、ほんと最近。ただより高の最大。まあこの辺りは弱いからな、敵が。はいはい、倒したよ。まさに弓取りのための鎧だ。あなたにお話しして弓使ってないけど。さてそろそろ出立いたします。うん、ありがとうね、いい人だな。病気汚な汚い。ジンくんなんでそんな汚いの。やったね、よかったよかった。でも思ったよりかっこよくなかったな、あんま好きなタイプじゃなかった、なんせ弓が嫌いだから。おーでもこの帽子は新しいな。